はソビート連邦の無人月探査機。1959年10月4日に打ち上げられ、世界で初めて月の裏側の様子を撮影した。探査機の本体は、両端が半球状になった、長さ1.3メートルの円筒形であった。円筒部分の直径は0.9メートル、最大径は1.3メートルだった。質量は278.5キログラムで、 ルナ1号や2号より軽い。内部は0.23気圧に保たれ、搭載機器は余圧環境下に置かれた。また温度が摂氏25度を超えると、カバーを開いて放熱板を露出させることで、内部の温度調整を行った。電力は本体の周りに貼り付けられた太陽電池パネルで供給した。ルナ3号の最大の目的は、月の裏側を撮影することで、 観測機器は、イェニセーマイナス2と呼ばれる撮影システムを中心に構成された。この他に、流星物質や宇宙船の検出器を積んでいた。姿勢制御は、スピン制御とガスジェットを使った制御を切り替えることができた。軌道修正のためのロケットエンジンは備えていなかった。ルナ三号に搭載された、イエニセマイナス二と呼ばれる撮影システムは、フィルムカメラ、自動現像装置、 スキャナから成り立っていた。カメラは焦点距離2 0 0ル m f 値5.6と5 0 0、mm、トル f 9 5の2種類のレンズを使い分けることができた。2 0 0、mm、トルのレンズは月の全体像を撮影するのに適しており、5 0 0、mm、トルレンズは一部地域のクローズアップに適していた。カメラは探査機本体に固体されたため、撮影方向を変えるために探査機全体の姿勢を 制御する必要があった。センサーが月光を感知すると、本体上端にあるカメラカバーが開き、自動で撮影を始める仕組みだった。撮影結果は40フレームの 35mm フィルムに記録され、撮影終了後に自動現像装置に送られた。現像後のフィルムは、地上からの指令を受けて、スキャナで読み取られ、地球に伝送された。ルナ3号の飛行経路。 地球の北極側へ向けて打ち上げられたルナ3号は月の軌道面を北から南に横切った後、月を南極側からスイングバイし北極側に抜けた。その後地球に接近しながらデータを送信し、地球を北極側から南極側へスイングバイして再び地球から離れていった。1959年10月4日、ルナ3号は バイコネール宇宙基地からルナが 8K72 ロケットで打ち上げられ直接月へ向かう軌道に投入された。しかしこの時点で探査機が送信する信号の強さが予定に満たない上内部が異常な高温になっていることが判明した。温度を抑えるために重要性の低い装置の電源が落とされたが送信の不調は解決できなかった。ルナ3号が 地球から6から7万キロメートルの距離に達した段階で姿勢制御方式がスピン制御からジェットを使った制御に切り替えられた。10月6日、ルナ3号は月の南極付近に最接近した。最接近時の月表面からの距離は6200キロメートルだった。この時点では月の自動撮影は始まらず、ルナ3号は月の引力で軌道を変えながら飛行を続けた。 10月7日、検出機が月の光を捉え、自動撮影システムが起動した。月からの距離は 63,500km だった。ルナ3号は、その後40分で29枚の写真を撮影した。一連の撮影を終えた、ルナ3号は、姿勢制御の方式をスピン制御に戻して、飛行を続け、月を半周して地球へ最接近する軌道に乗った。 ルナ3号は地球に向かいながらデータの送信を行った。送信機の不調にもかかわらず10月18日までに17枚分の不鮮明な画像データを転送することに成功した。10月22日、地上とルナ3号との交信が失われ、計画は終了した。ルナ3号は軌道を制御されないまましばらく地球近傍を飛行していたが、1960年3から4月に、 大気圏に突入したと見られている。ルナ3号の切手月は常に地球に同じ面を向けているため、地上からの観測では月の裏側を見ることは不可能であり、その様子は長い間謎のままだった。ルナ3号の最大の成果は月の裏側まで飛行し、世界で初めて月の裏側の撮影に成功したことである。受信された画像は不鮮明だったが、月の表側と異なり、 裏側には暗い月の海がほとんど存在しないことが明らかになった。判別できた地形には名称が与えられ、モスクワの海などロシアにちなむ地名も誕生した。不鮮明な画像から無理をして地形を読み取ったため、ソビエト山脈など後の探査で誤りが判明した地形もあった。ありがとうございます。